ウィルソン・オブリー・ボール・ダンシャク・ジェームズ・ハロルド・ウィルソンは、イギリスの政治家、労働党党首、首相を務めた。1916年3月11日に、ハダース・フィールドに誕生する。オックスフォード大学、ジーザス・カレッジを卒業し、21歳で、同大学の経済学講師に就任する。第二次世界大戦下で行われた1945年、イギリス総選挙で、 庶民委員議員に初当選し、クレメント・アトリー内閣に時間級で入閣する。1947年には商業大臣に就任する。1960年に労働党党首選挙に初めて挑むが現職のヒューゲーツケルに大差で惨敗する。しかし、1963年にゲーツケルの休止に伴う党首選挙に再挑戦して当選する。 1964年イギリス総選挙では、労働党が13年ぶりに勝利し、首相に就任する。第6回選挙法改正を行い、18歳以上の男女に選挙権を与えた。1970年イギリス総選挙で敗北してゲアするが、1974年2月、イギリス総選挙で労働党が過半数に及ばない、ものの第一党になったため、 少数与党内閣を組織して首相に返り咲いた。さらに安定した政局運営を図って7ヶ月後に議会を解散し、同年10月の総選挙の結果、かろうじて過半数に達した。1975年4月に労働党内の意見が2分される中、ヨーロッパ経済共同体への残留を国民投票により決定した。 任期終了まで首相を務め上げるかと思われたが、1976年3月に首相を突然辞任した。引退後は、ブラッドフォード大学学長を1985年まで務めたほか、王立統計協会会長などを務めて1995年に死去した。なお1976年に突然引退した理由は長く明らかにされなかったが、死後に、 アルツハイマー病がその理由だったことが初めて公表された。ありがとうございます。